広津橋大学社会科学に合格しました。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。いや、すごく意外でした。でも本当に嬉しかったです。ではこれから大学を目指す後輩に一言。はい、僕自分はテレビを見ることは本当に大好きなので、みんなテレビを見ることをお勧めします。特にあのクイズ番組で自分の総合的な知識を鍛えて、ただの過去問をするのは足りないと思います。本当にみんな頑張ってください。ありがとうございます。大学楽しんでください。ありがとうございます。